名探偵コナンの人気キャラクターといえば誰だ？そうね。アムロトールや赤井秀一かしら？警察学校組と呼ばれるキャラクターたちも魅力的なのよね。怪盗キッドや工藤新一も見逃せないわ。そうだよな。名探偵コナンといえばイケメンキャラ。というイメージが強いよな。うんうん、イケメンが多くてつい迷ってしまうわ。気持ちはわかるが、もったいないぜ。ん？どういうこと？名探偵コナンは女性キャラも可愛くて魅力的なんだ。そうなのね。言われてみれば女性キャラってあまり知らないかもしれないわ。それじゃあ今回は名探偵コナン嫁にしたい女性キャラランキングを発表しよう。映画ハロウィンの花嫁公開を記念して公式で女性キャラの人気投票が行われたが、今回はその人気投票の結果を踏まえながら、私の独断と偏見で順位をつけさせてもらうぞ。好きな女性キャラではなく嫁にしたい女性キャラというところがポイントね。それじゃあトップ10を紹介していこう。真実はいつも一つ。名探偵コナンで嫁にしたい女性ランキング第10位は小林澄子だ。コナンたちが通う定端小学校1年 B 組の担任の先生ね。そうだぜ。小林先生は警視庁刑事部捜査一課強行犯捜査三係の警部である白鳥忍三郎と交際しており、手作り弁当を渡すほどラブラブなんだ。手作りってことはきっと料理上手なんでしょうね。はじめは緊張や過去の失敗から生徒に厳しく当たっており、小林先生は怖い先生だと思われていたが、コミックス第53巻、アニメ460話1年 B 組大作戦では、なかなかクラスに馴染めていない生徒をクラスに打ち解けさせるなど、めちゃくちゃ生徒思いの先生なんだぜ。家庭的であり仕事にも熱心なんて素敵だわ。小林先生は警視庁のマドンナである佐藤美和子と間違えられるほど美人だから、花嫁姿も綺麗だろうな。白鳥警部が羨ましいわね。嫁にしたい女性ランキング第9位は栗山みどりだ。栗山みどり、誰だっけ？栗山さんはあまり登場しないキャラクターだから誰だっけ？と思ってしまうのも無理はない。蘭の母親である木崎恵里の秘書兼事務員だぜ。ああ、通りでどこかで見たことがあると思ったわ。栗山さんはサブキャラクターでありながら可愛い見た目から、コナンファンの間でも人気のキャラクターなんだ。映画ゼロの執行人では栗山さんは休暇中でバカンスに行っていたが、先生のピンチに遊んでいるわけにはいかない、と駆けつける仕事熱心な一面もあり、木崎恵里にとって欠かせない人物であることがよくわかるぞ。優秀な秘書兼事務員なのね。名探偵コナン本編でも活躍しているが栗山さんの仕事ぶりは、ゼロのティータイムでも多く書かれているんだ。先生への差し入れとしてポアロのハムサンドを手配しているぞ。アムロさんのハムサンドは放送回でも人気なのね。優秀で仕事熱心な栗山さんだが、パーティーの開始時間を1時間間違えてしまう、お茶目な一面もあるんだ。ちょっと抜けているところも男心をくすぐるってやつね。その際はアムロさんに車で送ってもらってことなきを得たんだぜ。イケメンに車で送ってもらうなんて羨ましいわ。そこから恋が始まったりして。いや、栗山さんはそれからアムロさんの車に乗ることを拒否しているから、恋には発展しなさそうなんだぜ。どんな運転したのよ、アムロさん。嫁にしたい女性ランキング、第8位は榎本あずさだ。榎本あずさは毛利探偵事務所の下にある喫茶ポアロの店員さんで、コナン本編にも登場しているがゼロのティータイムでも多く登場するため、栗山さんと同じくゼロティ組なんて呼ばれたりもしているな。ゼロのティータイム略してゼロティなのね。あずささんはどんなところが嫁にしたいポイントなの？まず、あずささんは喫茶店の店員だから料理が上手なんだ。なるほど。胃袋をつかむってやつね。バナナは手で二つにできるなど食に関しての知識も豊富だぞ。喫茶店の店員さんらしいわね。ポアロの看板娘と言われるのも納得だわ。あずささんは JK に人気のアムロさんと噂になるのを恐れており、日常会話や行動に気をつけているからプライベートを守りたい人にもぴったりだぜ。実際にアムロさんとあずささんは付き合っていないから安心してね。名探偵コナンで嫁にしたい女性ランキング第7位は鈴木園子だ。出た、その子お嬢様。そうだな、鈴木園子は見えて鈴木財閥のご令嬢なんだ。嫁にすると鈴木財閥を告げる可能性があるぞ。なんだか欲望丸出しの理由ね。同じ理由で京都の大岡もみじも迷ったんだが、もみじお嬢様は身の回りの世話を何でも執事の伊織に任せているようだから、おすすめは鈴木園子だぞ。何のおすすめよ。でも伊織無川元公安だから、何かあった時は力になってくれるかもしれないな。そんなことより今は鈴木園子の話でしょ。そうだったそうだった。鈴木財閥は新しい施設を建設するたびに爆発されたり、
怪盗キッドに宝石を何度盗まれてもケロッとしているほど桁違いの大金持ちだから、一般庶民と付き合うのは難しいんじゃないかしら？そんなことないぞ。その子は家族とのフレンチディナーよりもラーメンを優先する庶民感覚を持っているしな。それ、庶民感覚なの？その子をランクインさせたのは家柄だけじゃないぜ。鈴木その子は一生懸命ランを空手を応援したり、記憶喪失になったランを支えたりと友人思いな一面もあるんだ。怪盗キッド様が大好きでミーハーな鈴木その子だが、きっと嫁になったら一途に思ってくれるだろうぜ。京極さんともラブラブだものね。嫁にしたい女性キャラランキング第6位は工藤由紀子だ。工藤新一の母であり工藤優作の嫁だぞ。元大女優なのよね。そうだぜ。アイドル女優だったらしいから、めちゃくちゃ美人なんだ。工藤家は父が推理小説家、母が元女優でお金持ちのようだが、お手伝いさんを雇っていたような描写はないので、きっと家事の大半を工藤由紀子がしていたんじゃないか。家事をしながら新一を育ててきたのね。すごいわ。料理も上手だと思うぜ。何しろ沖やスバルになった赤井秀一に料理を教えるくらいだからな。赤井さんって料理できるのね。素敵。私は赤井秀一を嫁にしようかしら。なんか話がややこしくなっているんだぜ。それに赤井秀一は今のところ煮込み料理しかできないから、赤井さんを嫁にしたら肉じゃが、カレー、シチューのオンパレードになるぜ。大丈夫よ。愛があれば。うん。肉じゃが、カレー、シチューのルーティンは正直きついわね。だろ？きっと工藤由紀子は煮込み料理以外も作ってくれるから安心してほしいぞ。そうね。さすがに毎日煮込み料理じゃ新一も文句言いそうだものね。嫁にしたいランキング第5位はベルモットだ。ベルモットは黒の組織のメンバーでセクシーなお姉さんなんだぜ。悪い人なんだから、嫁にしちゃダメなんじゃないの？それに、組織のメンバーって結婚できるのかしら。確かにベルモットは秘密主義者でなかなかプライベートが明かされないから、家事ができるのかどうかはわからないんだ。しかし、女優をするだけの美貌と演技力は持っているんだぜ。誰にでも変装できるしな。いつまでも若々しい姿でいられるのも魅力ね。ベルモットは公式の人気女性キャラクターランキングでも、4位に入るほどファンが多いし、組織のメンバーとはいえ憧れている人が多いんだろうな。コナンとランを守るいいところもあるのよね。ベルモットを嫁にしたら組織の秘密がわかるかもしれないぞ。それはそれで興味深いわ。名探偵コナンで嫁にしたい女性ランキング、第4位は三池苗子だ。三池苗子。誰だっけ？おいおい、廃図書から移動してきた交通課の三池苗子だぞ。所属を言われても、あの人ね。ってならないわよ。あ、もしかして宮本由美とよく一緒にいる釣り目の女の子？正解だぜ。三池苗子は佐藤刑事の同期、宮本由美の部下の府警さんだ。一部からはモブキャラのように思われているが、最近は捜査一課の千葉刑事との恋愛でも注目を浴びているんだぜ。可愛らしい顔立ちね。ああ、美人な女性キャラクターが多い名探偵コナンの中でも珍しい釣り目キャラで、ネットでも可愛い女性キャラクターとして名が挙げられているんだ。三池苗子は初恋相手である千葉刑事の健康を気遣い、ダイエットさせたり太らせたりする一途なところや、千葉刑事にクリームシチューを振る舞う家庭的な一面もあるんだぞ。いいお嫁さんになりそうね。千葉刑事はクリームシチューをご飯にかける三池苗子のことをバカにしていたから、クリームシチューをご飯にかける派の人に三池苗子はおすすめだぜ。私もクリームシチューをご飯にかけるわよ。聞いていないんだぜ。三池苗子の一途な思いが千葉刑事に届いた回はコミック95、96巻。アニメ971話から974話標的は警視庁交通部で、とにかく三池苗子がとっても可愛いから、気になる人はぜひチェックしてほしいぞ。嫁にしたい女性キャラランキング第3位は灰原哀だ。灰原哀は公式の人気投票でも1位に輝いていたし、2023年の映画黒金のサブマリンでもメインとなるキャラクターだから、間違いなく今年大注目のキャラクターだな。見た目は子供だから嫁というテーマに合わないような気もするけれど、よく考えたらその正体は18歳の宮野志保だものね。嫁と考えるとまだ早い気もするけれど、恋愛の一つや二つ経験していてもおかしくないわ。灰原哀はガサ博士の家に住んでおり、メタボの博士を心配し食事制限をさせている描写がよく登場するから、嫁にしたら旦那さんのことをきちんと管理してくれそうなんだぜ。つい堕落してしまう人にはぴったりってことね。科学が大好きだから料理も得意そうだしな。料理は科学だ。っていう人もいるものね。灰原哀はクールな性格だから何かトラブルに巻き込まれた時も冷静に対応してくれそうだぜ。確かに。日本有数の犯罪都市である米花町を生き抜くために大事なことね。
黒金のサブマリンでは普段冷静な灰原愛がピンチになりコナンに助けを求めているから、新しい灰原愛の一面が見れそうで楽しみだな。ますます灰原愛ファンが増えそうな予感ね。嫁にしたい女性キャラランキング第2位は佐藤美和子だ。ハロウィンの花嫁でも素敵なウェディングドレス姿を披露していたよな。そうそう。高木刑事、羨ましいと思って見ていたのよね。いつか二人の本当の結婚式を見てみたいわ。佐藤刑事こと佐藤美和子は美人で警視庁捜査一課強行犯三係の刑事で、美人で気さくな性格からマドンナ的存在なんだ。目の前で殉職した伝説の刑事、松田陣平を引きずっていたが、吹っ切れて今は高木刑事と恋人関係になるんだぜ。捜査一課のマドンナを見事高木刑事が射止めたのね。佐藤刑事は少年探偵団にも優しく接しているし、みんなから好かれる理由がわかるわ。それだけじゃないんだぜ。佐藤刑事は刑事としての責任感が強いんだ。高木刑事に自分よりも事件を優先するように言ったり、犯人を追いかけるために歩道橋から車へと飛び降りたりもするんだぜ。綺麗な顔立ちからは想像できないわね。高木刑事とは職場恋愛になるが、公私混同していないのも高評価だよな。結構イチャイチャしているような気がするのは私だけかしら？また、佐藤刑事は銀箔の魔女と呼ばれるほどのドライビングテクニックの持ち主なんだ。霧の中で白い車は事故を誘発してしまうと考えて自身の車を赤に塗り替えるなど、周りのことを考えられるのも刑事さんらしいよな。女性で運転が上手なんて憧れちゃうわね。高木刑事とのデートの時はどっちが運転するのかしら？ RX7FD3S を乗りこなす佐藤刑事を乗せるのはなかなか気が引けそうなんだぜ。確かにそうね、頑張れ。高木刑事。さてさて、名探偵コナン嫁にしたい女性キャラ第1位はモーリランだ。やっぱり1位は蘭姉ちゃんなのね。そうだぜ。モーリランは高校生にして、父親である毛利小五郎とコナンの身の回りの家事を行っているんだ。様々な料理を作ることもできるんだぜ。母親に似なくてよかったわね。蘭の母親の妃エリは料理ベタで有名だからな。反面教師となって料理を覚えたのかもしれないな。劇場版では人間離れしたアクションシーンを見せている蘭だが、突如消えてしまった恋人工藤新一の帰りをずっと待っている可愛い一面もあるんだ。新一に買ってもらったガラケーも買えないでいるしな。ああ、だから蘭ちゃんはスマホじゃなくてガラケーを持っているのね。今時の女子高生なのにガラケーなのはなんでだろう？って思っていたのよ。新一の帰りを待つだけでなく、工藤邸の掃除も行っているんだぜ。蘭ちゃん、けなげすぎるわよ。空手が強くて、家事もできて、一途だなんて、嫁にしたい女性キャラランキング1位も納得ね。工藤新一にはもったいないくらいだぜ。というわけで今回は、名探偵コナン嫁にしたい女性キャラランキングをお伝えしたぞ。魅力的なキャラクターが多くて誰を嫁にするか悩んでしまうわね。まあ、コナンの女性キャラクターは好きな人や彼氏がいるキャラクターも多いからな。今回はあえて嫁にしたい女性キャラというテーマで紹介したので、職業や家事をしているかなどを考慮して10名のキャラクターを選出したが、嫁が家事をするという思考は時代遅れなんだぜ。今は夫婦協力して家事をする時代だからな。散々語っておいて、最後にそれを言っちゃうの？実際、名探偵コナン公式は主要女性キャラクター人気投票を行う前に、理想の花嫁投票という企画を発表して炎上しているんだ。理想の花嫁という言葉が良くなかったのかしら？そうみたいだな。映画ハロウィンの花嫁になぞらえた企画だったようだし、そこまで批判が来ると思わなかったんだろうな。理想の花嫁ランキング、特にそんな悪いと思わないけどね。世間にはいろんな人がいるからな。この動画が炎上しないように願っているわ。今回の解説は公式情報だけでなく私個人の考察も多く含まれているから、他に考察や意見がある人はぜひコメントしてほしいぞ。詳しい方のコメントお待ちしております。他の人の面白いコメントもあるかもしれないから、コメント欄のチェックもしてくれよな。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。